最長飛行。これまで様々な航空会社が多くの超長距離ノンストップ飛行を成し遂げてきた。この項目ではそれらのうち、最長飛行、ロンゲストフライツを扱う。ストップオーバー、途中後期は体力回復に役立つこともあるが、長距離ルートの開拓は乗客がかつて強いられていた旅の中断を減らすことができ、旅の快適さを向上させたり、 遠距離の都市間移動の時間を短縮したりできる。また、最長飛行は乗客が自尊心や忠誠心を築くのを助けることもある。そして航空会社には最長飛行を成し遂げる競争がある。最長飛行、ロンゲストフライツという言葉は多様な意味を持つ。最も一般的に使われる基準は出発空港と到着空港の距離である。しかし飛行の 所要時間を用いたり、ジェット気流に乗ることで移動時間を短縮できる場合は、実際に飛んだ道のりの距離を用いることもある。また一般的に、最長飛行という言葉はノンストップ飛行を比較するために用いられるが、便名は変わらないまま途中着陸をする直通便を含めることもある。世界最長飛行は定義が一つに定まっていないことから議論がある。 二つの都市間の距離は不変であるが、飛行機はその経路を直線で飛ぶのではなく、追い風や向かい風の状況、その他の気象事象に基づいて経路を修正するし、政治状況や戦争のために特定の国の上空を飛ぶのを避けることがある。2018年10月11日から体験距離基準での定期便の最長ノンストップ飛行はシンガポール、 チャンギ空港とニュージャージー州、ニューワーク空港の 15,344km を結ぶシンガポール航空の22便と21便である。飛行経路を計画する際、時間や燃料代を節約できる追い風に乗るため、距離としては短い体験距離を避けることがある。道乗り基準での典型的な最長飛行には、デリー空港から、 ロサンゼルス空港へ飛ぶエアインディアの105便やシンガポールからニューアーク空港へ飛ぶシンガポール航空の22便がある。これらのルートには、機械的に最適な北極周りの体験ルートが存在するが、ジェット気流のおかげで時間と燃料を節約できる太平洋上空を飛ぶことが選ばれる。これらの便は通常は、道のりで約1万5 3 0 0トルほど飛んでいるが、 特定の便が1万 6000km を超えることは、ほぼない。なお、この2便は、体験距離基準でも、最長距離トップ30リストに入っている。香港からニューヨークへ飛ぶキャセイパシフィック航空の便も、同じ理由で、体験距離の1万 2984km では、なく、道のりで1万 5000km ほど飛ぶことがある。 1943年から1945年までカンタスワを運航していた。これはオーストラリアのパウスとセーロン、ケンスリランカの間の 5652km を平均28時間かけてコンソリゲーテッドエアクラフトのプビーカタリナで中1便運航するものであった。このフライトの一つは32時間9分という最長飛行時間の記録を保持している。 1957年10月1日から2日にかけてトランスワールド航空のロッキードエル1 6 4 9スターライナーが初めてロンドンヒースロー空港とサンフランシスコ国際空港間の 8638km を北極圏周りで23時間19分かけて飛行したこの機種は航続距離と耐久性の観点から 究極のシングルピストン旅客機と言われていた。1961年6月、LR コールのボーイング707から320は、ニューヨーク、JFK からテルアビブ、ベングリオン空港までの9137キロメートルのルートを飛び始めた。この飛行には、平均9時間33分かかった。なお、このルートは1957年12月に、 ブリストル・ブリタニアを用いて施行されていた。1967年8月、アルゼンチン航空が、マドリード、バラハス空港部ウエノスアイレス、エセイサ空港間のルート、163km、飛行時間12時間のノンストップ飛行を、ボーイング707から320バイトで始めた。燃費の良い,いターボファンエンジンの出現により、より長距離の飛行の実現性が高まった。 アルゼンチン航空のルートは、ボーイング 747SP が就航する1976年まで、距離基準による定期便の最長フライトであった。1976年4月に、パンアメリカン航空は、ニューヨーク、JFK、東京、羽田間の新記録、1899km を作った。さらに12月、同社は、シドニー、 シドニー国際空港サンフランシスコ間の1 1 9 3 7トルで記録を更新した。ソ連崩壊により、ようやくロシア上空の空域が開放され、北極圏周りのルートが商業航空会社にも利用可能となった。2001年3月1日、コンチネンタル航空はニューアーク、香港間のノンストップ尿 12,980km を ボーイング777で始めた。その飛行時間は16時間を超えた。その1ヶ月以内に、今度は、ユナイテッド航空が、ニューヨーク、JFK、香港間のフライトをボーイング747の400で始め、距離をさらに1 1トル伸ばした。2004年6月、シンガポール航空は、エアバス A340 から500を用いて、ニューアークからシンガポールへ飛ぶ。 SQ21 便、体験距離で 15,344km、所要時間18時間を運行し始めた。2004年2月3日、シンガポール航空は、シンガポール、チャンギ空港からロサンゼルスへのフライト 14,、14,113km を始めた。これは、夏季には16時間30分、冬季には15時間35分かかる。 袋は、夏季には17時間20分、冬季には18時間5分かかる。2004年6月、シンガポール航空は、エアバス A340 から500を用いて、ニューアークからシンガポールへ、1 5 3 4 4トル、所要時間18時間長の体験コースの便を運航し始めた。これは、北極圏を1 3 0トルにわたって飛ぶ。そして、 この記録は袋の s q 二十二便にすぐに抜かれた。このニューアークに戻る袋は一万六六千百キロメートルあり現在の記録である。s q 二十二便は二十一便より距離が長いが高高度の風のおかげでわずかに早い平均十七時間四十五分で飛行できる。二千年代後半から十年代前半にかけて上昇する燃料価格と世界金融危機が 多くの超長距離ノンストップ便の休止の原因となった。シンガポールからニューアークやロサンゼルスへ飛んでいたシンガポール航空の便が2013年に休止になったのもこのためであった。しかしその後燃料価格が低下し燃費の良い機体が投入されたこともあり多くの超長距離ルートが復活したり新たに計画されたりしている。キャンペーン飛行や 収め機のための飛行が商業機によるノンストップ飛行記録を更新した。1989年8月、カンタス航空にとって最初のボーイング747から400であるシティオブキャンベラがロンドンシドニー間の 17,016km を20時間9分かけてノンストップ飛行したことにより商業機の長距離記録を作った。その目的は 747から400を用いたカンタスの長距離サービスへの評判を高めることだった。その機には5人のパイロットに加え2人の客室乗務員と16人の乗客が乗っていた。1993年6月16日、ワールドレインジャーと呼ばれるエアバス A340 から200がパリ航空省からニュージーランドのオークランドへ21時間32分かけて、 飛行し5時間滞在した後、袋は21時間46分かけて戻ってきた。これはヨーロッパとニュージーランドを結ぶ最初のノンストップ飛行だった。パリからオークランドへの 19277km のフライトは22人と5機の中央燃料タンクで実現した。この記録はボーイング777から 200ER が マレーシア航空への収め機のために、シアトルからクアラルンプールへ2万 44km 飛行した1997年まで守られた。2005年11月9日、パキスタン国際航空のボーイング777から 200LR が世界最長飛行記録を更新した。これは、香港からロンドン、ヒースロー空港へ通常の西向きの飛行、 9648km とは逆に東向きに 21602km 飛んだもので22時間22分かかった。乗員は8人のパイロットでボーイングで最初の女性テストパイロットになったスザンナ・ダーシーイコールヘンレマンを含むでいた。また乗客は27人だった。4ヶ月後の2006年3月25日。 ブリティッシュエアウェイズのボーイング777から 200ER が優勝客を伴う最長ノンストップ飛行を行った。その便はイギリス首相のトニー・ブレアとその側近やジャーナリストたちがブリュッセルでの会談後確実にメルボルンでの2006年コモンウェルス・ゲームズの閉会式に間に合うようにチャーターされたものだった。そのフライトは20人の交代要員を乗せ、 17,157km の飛行に18時間45分かかった。2016年2月27日、国際女性デー、3月6日の少し前、エアインディアが女性乗員だけによる世界最長飛行記録をボーイング777から 200LR を用いて、デリーからサンフランシスコへの定期便である A173 便で成し遂げた。 この 15,300km を14時間30分かけて飛んだフライトは、客室乗務員、運行乗務員、医師、顧客担当、そして運行管理者、技術者などの地上スタッフも含め、女性のみによって運行された。その当時、通常のフライトは、大西洋上空を飛ぶ、西向きの飛行だったが、エアインディアは、距離記録を作るために、逆向きに飛んだ。 2016年3月4日、ロの AI174 便も同じ乗員でサンフランシスコからデリーへ東向きに飛行し、女性だけによる地球一周飛行を成し遂げた。2016年10月、AI ディアは AI173 便を常に東向きに飛行することに変更した。その便は体験ルートを飛ぶこともあれば、Z 気流が時間短縮や、 燃料削減に役立つときは太平洋上空ルートを飛ぶこともある。運航が間もなく始まる 12,750km 超のノンストップ便が発表されている。この距離はトップ30リストに入るめどとなる。2015年夏、エミレーツ航空はドバイパナマシティ間をノンストップで西方向に飛行する便 13,821km 所要時間17時間35分を2016年2月1日から運行すると発表した。しかし2016年1月、開始は3月31日に延期された。さらに3月上旬、エミレーツは2016年末か2017年初頭、もしくは状況が許すできるだけ早い時期まで延期すると発表した。2018年7月時点で追加の情報は発表されていない。 2017年4月、カタール航空は、ドーハサンフランシスコ間を2018年に運航開始すると発表した。カタール航空は、この 13,015km の飛行にボーイング777から 300ER を用いる予定である。デルタ航空は、アメリカとムンバイを結ぶ、ノンストップ便を2019年に再開すると発表した。 出発地は公表されていないが、アトランタからであれば 13,712km になり、17時間15分かかるとみられる。ムンバイからアトランタへの便は、デルタ航空では最長となる。2015年9月に出版されたレポートによると、フロリダのマヤミ国際空港は、台湾のエバー航空や、チャイナエアラインと、 台北を結ぶ 13,923km の路線を2018年までに開設することを交渉している。2016年6月、台湾総統の蔡ヒデを乗せた中華航空のチャーター機ボーイング777から 300ER はパナマ訪問前に台北からマイアミへノンストップ飛行した。空港幹部は蔡総統にマイアミ、 台北間の定期便を就航させる工期であると売り込んだ。空港は2015年以来、東アジアへの直行便を熱心に売り込んでいる。全米3位の人口を持つフロリダ州と東アジアとの間に直行便がないからである。2017年5月、フロリダ州航空当局の幹部は、東アジアへの直行便が2年以内に実現するだろうと述べた。 カンタス航空はボーイング787から9を用いてパリパース間のノンストップ便を2019年にも開設することを検討している。カンタスはもし就航可能な航空機があればオーストラリア東部の首都シドニーからロンドンへ飛ぶノンストップ便を2022年までに開設したいと考えている。カンタスはシドニーニューヨーク間三キロメートルの フライトには18時間7分、シドニー・ロンドン間 17,016km のフライトには20時間20分かかると見積もっている。エアバスの A350 から900ウルアは 17,964km の航続距離を持ち、2018年に引き渡しが始まる予定で、このどちらのルートにも就航可能とみられる。 ボーイング777から8は2022年までに就航すると見られていて、航続距離が 16,090km あり、乗客を最大365人乗せることができる。777から8は A350 から900ウルアよりも多くの積載量を乗せ、シドニーニューヨーク間をノンストップ飛行できる見込みである。また、 乗客数を365人よりも減らす、機内構成であれば、シュドニー・ロンドン間もノンストップで飛ぶことができる。ニュージーランド航空は、オークランドからニューヨーク、14,207km、やトロント、13,867km へ、2020年代初頭にも直行便を飛ばすことを構想している。そのため、機材をボーイング777から200、 ER から 777X や、エアバス A350 から900ウルアに更新することを検討している。ユナイテッド航空は、ロサンゼルスシンガポール間の毎日の直行便、ウーア37、38を、この年間の低い需要を根拠に、2018年10月27日から休止すると発表している。しかし、サンフランシスコシンガポール間、 現、ウーは28、29を1日2便に増やす可能性を表明している。ユナイテッドが1日2便にすれば、サンフランシスコシンガポール間は、シンガポール航空が運する1便と合わせると1日3便になる。逆に、シンガポール航空は、シンガポールロサンゼルス間の直行便を2018年11月2日から、エアバス A350 から900ウルアを用いて、 開始する予定である。エアバスの就航中の旅客機で最も航続距離が長いのは A340 から500である。これは293人の乗客を乗せ 16,670km 飛ぶことができる。A380 は544人の乗客を乗せて 15,200km、A350 から900は325人の 乗客を乗せて1万5千キロメートル飛行できる。未就航の機種では A350 から900ウルアが1万8千キロメートルを飛行できる見込みである。ボーイングの就航中の旅客機で最も航続距離が長いのは777から 200LR である。これは317人の乗客を乗せて1万7 4 4 6トル飛ぶことができる。 未就航の777から 8X は350から375人の乗客を乗せて 16,110km 飛べる見込みである。777から 8X をより長距離飛行可能にした8生機はロンドンシドニー間の 17,016km を19時間かけてより経済的に飛べる見込みである。従来は非経済的であった多くの長距離。 ノンストップルートが、エアバス A330 ネオや A350、XWB、ボーイング 777X や787などの新型機の登場で実現可能になっている。下表は、定期旅客便を体験距離の長さ順に並べたもので、ある。なお、実際に飛ぶ、道のりの距離は、悪天候を避けたり、好ましい風に乗ろうとしたり、 閉鎖区域や戦場を迂回しようとしたりするなどのような理由で体験距離よりも長くなりうる。下表ではある航空会社が同一経路に複数の便を飛ばしている場合はまとめて一つと扱っている。逆に一つの経路に異なる航空会社が便を飛ばしている場合はそれぞれを独立して扱っている。都市によっては長距離便を受け入れる空港が複数あるが 各空港はそれぞれ独立して扱っている。例えば、ニューヨーク周辺の JFK とニューアーク、東京周辺の羽田と成田はそれぞれ別に扱っている。直通便、ダイレクト、フライトとは、出発地と最終目的地の間に寄港、着陸を伴うが、全区間を通して、便名も機体も変更しない便を言う。下表の2点間は、 途中の気候を無視して出発地と最終目的地を接無んだ場合の体験距離である。全区間は出発地気候地最終目的地の各区間ごとの体験距離を合計したものである。以下は二つの節に分かれている。最初の節はノンストップ便に使われた全商業機種をリストアップし、それぞれの機種について現在定期運行されている最長便を記している。 二つ目の節は、世界の旅客航空会社すべてをリストアップし、それぞれの会社の現在定期運行されている最長ノンストップ便を記している。この表は機種ごとに現在運行されている体験距離基準での最長便をまとめている。この表は、優勝定期便として運行中の便と過去に運行された便を合わせて、機種ごとに体験距離基準で、 最長ノンストップ便となるものをまとめている。この表には、キャンペーン飛行や、おさめきのための飛行は含まない。この表は、航空会社ごとに現在運行されている、最長ノンストップ便をまとめている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。